どんな性格な人でも秘めてるであろうカタルシスというか、ピンチなことがあったりとか追い詰められたりっていうところとか、そういうところからこう爆発するみたいな、そういう様を描きたいなと思って、それをメロディーに込めた、いつもよりかはちょっと音符が多めというか、そういう楽曲になっています。今みんなさまざまなジャンルの音楽聴くと思うんですけども、いわゆるアニソン前としている曲が好きだったりとか、あるいはロックが好きだったりとか、おしゃれ系が、おしゃれな方面が好きだよっていう人にも、どのジャンルが好きな人にも届いてくれっていうような強めの曲というか、それを目指して作りました。自分が思うよりもいい意味でだいぶ内面の叫びをこう歌詞として歌詞にしていただいたなと思いました。本当に想像以上というか、自分にとっては結構レアなケースだったので、結構ピリピリする刺激的な曲に、独特な刺激的な曲になって、で独特な尖りをこう与えてくれたというか、そういう歌詞ですね。水樹奈々さんの「アンブレイカブル」という曲でご一緒して、でその時はレコーディングに立ち会えず、お会いしてなかったんですけれども、とにかく出来上がったサウンドがかっこよくて、しかも緻密な音の重ね方をしていて、美しくもあり激しくもありみたいな、でそういう作品で本当に大好きな曲になったので、もういつかずっと何かのタイミングがあったらお願いしたい、またご一緒したいなというふうに思っていて、で今回お願いできたのも本当に雫ならではというか、この雫を始めたからこそお願いできたなと思います。で今回も本当に激しく、イントロとか美しく始まるんですけども、美しいところと激しいところと、ピアノとかでニュアンスつけていただいたりとか、とてもトラックだけでも魅力的に仕上がったと思います。かっこよくて疾走感がある曲はもう何曲か歌っていただいているんですけれども、やっぱりリリコさんの歌詞、本当に読んでるだけでもおおってくるような歌詞を気持ち的に掘り下げていただいて、でスピードがすごく速い曲なんですけども、そこにこうある意味、ぶち込むというかねじ込んでくれたという、本当に熱い人だなっていうふうに思いました。しずくの YouTube チャンネルや各種音楽配信サイトでアディクションベールが聴けますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。それでは春流でした。